ね、これですね。じゃあちょっと質問とかを受けたいと思います。残された時間、ご質問なりご意見なりでお待ちください。マイクがね、先生の分しかないので。あ、いいですよ、じゃあ、地声で。はい、先生、早川と申します。はい、私の火山学の先生は、中村和明さん。はい、かなり前に亡くなってますね。さっき出てた中田さんなんかは教え子にあった。あ、そうなんですね。ね、で、まあ、話はまず一つは5万年前に5万年前に箱根火山が大噴火をしました。で TP、 わかりないですか、 TP 東京ファイル、はいはいはい、平塚だとか神奈川県の西部でも大体1メートル以上の厚い火山灰がね、東京でも10センチを超えるような、 今でも10センチを超えるような厚い火山灰層があります。そうすると私たちちょっと東海あたりでもかなり被害出るだろうというふうに思ってるんですね。で、だから、巨大噴火の中に、箱根のその PT の噴火が出てないんですが、ちょっとその辺はどう考えますか。ぜひ私もそこは教えていただきたいところですけど、一応赤城山での噴火で東海大に何センチの火山灰が積もるかということの検討は、50センチで、50センチ積もっても大丈夫だって言ってるんですけど、本当ですかねって思いますよね。普通に考えて50センチってこの辺ですから ね、 多分ね、こんな火山灰が積もって原発と施設が本当に安全だなんてちょっと正気の沙汰とは僕は思えないんですけど、どうなんでしょう。それよりもね、ちょっと現実的な問題としてね、はいはい、硫黄島の海底火山噴火、はいはい、なしは西之島の海底火山噴火で、大量の軽石流がですね、はいはいはい、沖縄の方に来ましたね、はい、で、機械カルデラも含めて、口永良部島だとかね、あの辺も噴火をしょっちゅう起こしてます。あそこで海底火山噴火があれば大量の黒潮によってですね、大量の軽石が、西九州の西部、ね、西九州の方に行くと思うんですけど、上に浮いたもんだからそれ止められるんだっていうやつら言うだろうけども、ちょっと風が吹いたりね、何しろ台風でも来たりすればね、完全に取水できないわけでしょ。フィルターが詰まる。完全に詰まっちゃうんですね。はい、そういう、しかも取り切れないんですよ、あれはね、軽石は。ですから、非常に私はそっちの方を、これで沖縄のね、あたりで港が埋め尽くされるというのを見てね、あ、こりゃ原発やべえなというふうに思ったんですけど、はい、ちょっと全然議論がね、はい、ないし、だけども、はい、あれはもう数十年に1回起こることですよ。はい、その辺はどうなの。ですね、ちなみに実は大間原発は とりわけ津軽海峡ってすごい狭いところなんで、そういうことが非常に危険として大きいだろうと、先ほど言った海底火山もあるので、だから実は大間原発の訴訟ではその主張してるんです。ただ他の原発では具体的にどんなことが起こるのかがわからないというところも実はあって、あまりしてないんです。ただそこもイメージがもう少し、例えば実際にこれぐらいのものがこういうふうに来て、大間原発はね、計算実はしてたんですよ、あの電源開発という会社が。これ震災の前だったんですけど、でその計算をだけ見てもすごい怪しいっていうことがよくわかる、実は計算をしてたもんで、その議論の取っかかりがあったんですね。なのでそこで実は主張して、まさに先ほどおっしゃったフィルター、もうこれもね、めちゃくちゃで、そのなんていうかバケツで要するに組めるんですよね、大きいから軽石をね。で、こっち側に捨てますって書いてあるんだけど、この捨てたやつがどこに行くのかとか何も議論してなかったんですね。だから大量、本当にちょっとしたものが取れるっていう程度の対策しか考えてないんです、多分。1センチとか2センチとか、多分そんなぐらいのものしか浮いてない、浮かないっていう前提でやってるんですけど、多分本当にこの間の、どこでしたっけ、そのまさに噴火では、相当な、そうですよね、本当に相当な大量な軽石が流れて、で、あそこでさえそうなんで、本当にまさにそういう近場で軽石が出てきたらとんでもないことになる。いや、これはもう全然大した噴火じゃないですよね。そうですよね、はいはい。
なので、まあ、そういう、福徳岡ノ場ですね。福徳岡ノ場というような火山でした。そこの噴火でっていうのも、実はその、要するに火山学でも全然わかんないというか、まだまだ全然検討してないことたくさんあるよという主張は、一般論としてはしてるんですけどね。なんですけど、そうですね、だから具体的にもう少しした方が確かにいいのかもしれません。いろんなことをね、社会通念だけで戦って、もしかすると、ね、勝てないかもしれないので、いろいろな実はことも検討はしてます。破局的噴火って見た人はいないんですよ。はいはい。歴史的にね、はいはい、見ることだから火山学の、そうじゃ私なんか教わってる時に言ってましたけど、はい、見たことないから、はいはい、やはりね、わからない、はいはい。どんなことが起こるか。はいはい、小噴火は何回もありますけどね。はい、大噴火だとか破局的噴火っていうのは、それを見て研究成果を積み上げたってことはないんですね。そうですよね。だから昭和新山だって戦争中で何が起こったのか分かんないっていうのもあれですからね。そのとおりで、だから我々その非理系というか文系の人間からすると、科学ってすごいんだろうなみたいな感覚があるんですけど、やっぱり科学の方に聞けば、ね、実験を繰り返せることはそれは確かなことが言えるけど、こうやって事象が少ないことってそんな全然確かなことは言えないよっていうことをおっしゃいますけど、まさにそういうものなんだなと。もうそこから裁判官を教育しないといけないんですよね。科学っていうと我々は簡単になんか相当立派なものなんだなと、で我々が口出すとお前は科学のことが分かってないとかすぐ言われそうだなっていう感覚になっちゃうんですけど、そうじゃないというそうじゃないということをただ実はね主張をしてます。科学ってこういうものなんですよみたいなことを意見書書いてもらったりしたりとかして、いろいろ工夫して一応やってるんですが、でもいろいろなアイデア、僕も全然わかんないから、いろんなアイデアがあったら教えていただいて、まさにこう生かしていきたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。もっとこっち、講演の一番初めの方で、はい、その裁判に携わるようになったその経緯のお話のところで、はい、法律の考え方でいろいろ取り組めば何とかなるかもしれないと思ったというお話があったんですけれども、私もその法律って一般的なことしか知らなくて専門的なことよく分かってない人間なんですけれども、この法律の考え方で戦うっていうことの、そのエッセンスっていうのはどういうことにあるのか、はいはい、本当にちょっと考えたのは、はい、常識的に筋の通った話になってるかどうかの判断っていうことかなと思ったんですけれども、この辺どういうふうに考えたらいいか紐のところを教えていただけると、はい、この法律論というのは、まあ裁判所、まあ、我々の武器は実は法律なんで、法律論頑張ってやってきたというところがあって、まあ、実は民事訴訟の大原則としては、危険があると主張している住民側がその危険について立証しなければいけないっていう枠組みですね。で、法律論学んだことある方はご存知かもしれないけど、立証するっていうことはどういうことかっていうと、まあ、十中八九間違いないだろうと言えるぐらいまで言わなきゃいけない。で、真偽不明な状態、まあ、どっちが本当か分かんないなという状態だと立証責任がある方が負けるという理屈になりますね。で、そういう時にこの十中八九間違いないというものをどう捉えるかということがすごく難しくて、例えば噴火が起こることを十中八九立証するなんて無理ですよね起こるかどうか分からないですけど、すごく可能性が低いものだから、だからその噴火が起こることの可能性を立証しなさいって事業者側は言うんです。実はその蓋然性が高いことを立証せよというわけですね。蓋然性が高い、つまり噴火の確率が高いという確率論に持ち込もうとするわけですけど、そうじゃなくて、先ほどの基準の中にありましたけど、破局的噴火とか活動の可能性が十分小さくなければ認めないというふうにガイドはなってたわけですよね。だから事業者の側がそのあなたが許可の中で言ったはず その十分小さいことを立証して見せてくださいよみたいな感じで戦えば勝てないかなとかですね、いろいろそういうような、まあ、ちょっとすごくざっくり言うと、まあ、そういうことだったりとか、立証責任をどううまく分配するのかね。立証責任っていうのは本来何のためにあるかというと、それが最も正義にかなうと思われているようなことなので、そういうふうに立証責任が分配されてるんですね。例えば売買で言えば、物を引き渡してください、ね、お金払ったんだから物を引き渡してくださいっていう時に、売買契約があることを立証しさえすればとりあえずよくて、代金を払ったことの立証まではいらないとかね。例えば、相手が払ってないっていうふうに抗弁してくるんで、で そしたら払うみたいなことを例えばやったりとかですね、まあ、そういうふうにこう分配するわけですよ。どういうふうな このことはこっちに言わせた方が正義に絡むなとかっていうことを分配するんですけど、そういう時に
例えばこの安全であることを事業者に立証させるのか、危険であることを住民側が立証するのかっていう結局分配になってくるわけですね。でそこの時に少なくとも安全であるって許可を受けたわけだから、許可ってそういうもんじゃないですかってね、普通許可ってもともと危ないから禁止されてるわけですね。網羅的一般的に禁止するっていう言い方を、まあ、するんですけど、禁止しておいて安全だって認められたものだけをそのなんていうか例外的に動かしていいよっていう仕組みにしてるわけだから、その立て付けからしたら安全であることを事業者が立証するのが筋でしょっていうような例えば形で言ったりと。でもそれも過去の裁判例とかを見ながらじゃないと、裁判所は結構過去の裁判例に縛られるので、そういうものをじゃあどういうふうに解釈すべきなのかみたいなことをやったりしてます。そうすると、その立証責任というか、まあ肝になる、はい、裁判上肝になるところをどこに設定するかとかっていうところの勝負に、はい、まあ、例えばなってくる。そうですね。ただまあもちろんそれは裁判官とかその法律家の中でも考えが割れていて、立証責任で本当に勝敗が決するのか、なんとなく心象を形成した最後のこうなんていうのかな、こう最後どうしようかなっていう時の理由付け程度の意味しかないのかみたいなところはあったりするので、どこまでその正直その立証責任だけで結論が出るかっていうのは分かんないんですけど、少なくとも裁判官がこれはおかしいなと思った時にその判決に書きやすい論理を考えてあげるのが我々の仕事だと一応思ってるので、判決に書きやすい論理はこうですよっていうのを示したりしているという感じですね。でもそれでもなかなか認めてくれないですけどね。さっき言ったみたいにもうこれ実は最近の裁判例でとても怖いのは、全部1から10まで全部原則通り住民側が立証しろっていう裁判例が出てきたわけです。最近いくつか、これが非常に厄介でしてですね、これはね出てきた経緯を言ったら樋口さんに怒られるかもしれないけど、福井市地裁で最初にね原告側を勝たせてくれた樋口さんが、いやだってそれはさっき僕が言ったみたいにそれは安全であることを立証するのは事業者でしょっていうふうに言って、例えば地震動とかも難しい話なんですよ。田野さんがこの辺話したんだったら多分難しかったなって思うと思うんですけど、もっと分かりやすく樋口さんは言ったわけですよ。一般住宅と比べておかしくないみたいな、でそれがおかしくないっていうんだったら事業者が立証しなさいみたいな感じのことを言ったら、それってすごい負けさせにくい理屈ですよね。普通に考えたらだってすごいまともな話だからね。で裁判所がその時に奥の手で使ったのが立証責任で、原告側は十分な立証を尽くしていないと、被告に立証責任を負わせるって言ってるけどそれはダメだと、全部原告が立証しろっていうこういう理屈になってきちゃったんですね。でこれが非常に厄介な、これどう考えたって正義にかなったないわけですよ。全部原告が危険であることを立証するなんて法の枠組みからしておかしいはずなんだけど、裁判官は最後そこを開き直っちゃってるんですね今。っていう人が少し出てきて、そうしないと住民を負けさせられないからだと僕は思ってるんですけど、そういうことになりつつあるというです、ね、非常にやばい状態になってますね。最後そこの法律の考え方について、はい、なんかいい書籍とかなんかものがあれば。あ、難しいですね。書籍か。何があるかな。正直ですね、法律学者さんたちがあまりこのことを書いてないんですね。行政法の先生にせよ、民法の先生にせよ、この立証責任をどう分配するかということについて明確になかなか皆さん書いてないんです。だから書籍としてはなかなかないんですよね。難しいですね。ないですこれごめんなさい。今ちょっと番号までお教えできないんだけど、判例時報という雑誌に僕が書いたやつはありますだからそれは原稿を渡しすることはできますけど、原稿というかこういうやつがありますよっていう。残体分の判決なんかはダメですか。そうなんです。他の環境事件の公害事件とかの判決を引用したりして主張はしてるんですよ。してるんですけど、原発って特殊なんですね。そこもでも本当はその特殊おかしくないっていうことも含めて主張してるんですけどね。とりわけあれですね、僕実はこの甲状腺がんの事件も、ね、先ほど紹介していただいてましたけど、甲状腺がんの弁護団もしてるんですけど、そこなんかではまさに公害事件とかと比較してこういう枠組みを取るべきだっていうのを言ったりしてます。ちょっとやっぱり差し止めと損害賠償とかでは若干やっぱ違うところがあるんですけどね。はい、というわけで、はい、いらっしゃいます。はい、どうぞ。大きな声でね、マイクないと。はい、すみません。富士山がね、はい、巨大噴火するというのは
10万年どころじゃなくて何十年っていうような形ですよね。であそこに一番近いのは浜岡原発でしょうかね。うん、そう、東海大にといいとこかもしれないですけど、まあそうですね、うん、はい、それでとっても素人的なんですけど、巨大噴火で浜岡原発まで噴石とか溶岩、ね、うん、溶岩はさすがにないと思いますけど、火山灰は行く可能性があるんですけど、うん、実は富士山の宝永噴火とかその前の昭和噴火とかっていうのは今僕らが議論している大噴火、巨大噴火というよりはだいぶ小さい噴火なんです。なのでそこまでではないです。この VEI、 この巨大噴火っていうこの6ってありますよね、マグニチュード、この下の5っていうところと4の境目ぐらいが宝永噴火の噴火規模。なのでそれぐらいだとね、まあそこまで大きく実はなくて、でしかも浜岡はちょっと風上になる可能性があるので、火山灰が行ったとしてもそんなに大量には行かないかもしれない。ただ実は浜岡は僕ちゃんと検討してないので、火山対策どうしてるかあんまり分かってないんですね。ちゃんと勉強すればもしかしたら危ないところが見つかるかもしれないですけど、さっき言った箱根の噴火なんかはそれよりもはるかにでかい噴火なんです。あれだけの、ね、芦ノ湖カルデラなんで、あれだけのカルデラができてるんで、実はそういうかなり大規模な噴火のことを今議論しているんですね。だからこそなんかその、わそんな噴火考えてもしゃあねえんじゃないのみたいなことを言う人が出てきてしまう。でもさっき言ったみたいに国際基準なんかからするとそういうものだって考えなきゃダメって言ってますよねっていうことなんですね。はい、いらっしゃいますか。後藤さんちょっとどうですか。一言二言喋り始めないとなせっかく一言だけ、はい、どうもありがとうございます。勉強になりました。ので、安全のことだけ一言。裁判もそうですけど、私は、技術的な面から、原発をやってた人間なんで、安全とは何かっていうのは根幹にあると思ってて、その時に今の立証責任の問題としてね、自然現象になる被害とか、大規模事故とか、そんなものの予測なんかできるはずない。できるっておかしいでしょ。例えば、羽田で航空機事故があった。あれ運良かったから、ね、JR 機の方は全滅はしなかった。あれちょっとタイミングで全滅しましたよ。というのは何かというと、私たちはそういうことに対して予測なんてできないんです。そうするとね、そういう環境になるか、そういう原発でもあったら、火山があったらこうなっちゃうってことがあったら、そしたらまず本当にそれをやった場合にどうなるかっていうのは証明するのはどっちかって言ったらね、やってる側に決まってるんですよ。私たちは原発の仕組みなんか知らないでしょ。どこが壊れたらって分かんないでしょ。当然事業者がやるのも決まってるんですよ。それを立証責任がね、こっちが来るなんてありえないっていうのは基本的な問題で、もうちょっと言うと安全っていうのは確率と規模の問題があるんですけど、やっぱり安全に対する考え方は間違っていて、決定的に間違っているっていうのはリスク論が間違っているんですけど、被害の大きさとね、こう確率があるでしょ。それはそうやってきてるんだけど、実はその中でずっと議論があって、先ほどお話があったように大規模なものでダメになることに関して言うと、リスクがどんなに発生確率が小さくても、そこはやめるべきだっていう考え方があって、それは安全学の方にも認めてる考え方なんですね。ということを、ただし論争になってますから、それで最近はそのことをひっくり返されるというのが現状だ。すいません、ありがとうございます。本当にちゃんと規制庁仕事してくれよって正直僕は思ってて、まあ、僕のおかげとは言いませんけど、火山でこうやって住民側がいろいろ訴訟とかでこう言ってるから変わったんですよ。火山灰でもそうだけど、実は濃度の話も今日は触れなかったんですけど、あって、火山灰の問題ですね。あれも実は平成29年に火山灰と変わってるんですけど、でも我々がこれずさんすぎないっていうことを言って変わったんですね。だからもう本当僕が規制してるのかなって思うぐらいの規制が安全側見てないんですよ。規制が安全ということを見てないんだ。いや、だから本当におっしゃる通りで、ちゃんと、規制庁なり事業者がしっかりとシミュレーションとか、こういうことを起こったらどうなる、その上でこれはやるのかやらないのかっていうことをちゃんとやんなきゃいけないな。本当に税金僕にも払ってほしいなと思うんですけどそんな状態に今なってしまってる、ね、ひどいですよ本当に。本当にね、政府がね、だってたらめながら、みんな出たらめ。それではちょっと、格論で2つ。はい。1つはですね、福井の高浜の原発だったと思うんですけど、はい、関西グループの人がですね、大山の噴火のことで、いろいろやってたんですよ、今から数年前。で、私その話ずっと聞いて、変だなと思ったのは、
一番でっかい過去に起きた噴火は無視して2番目のやつでなんか議論してるんですよね。これなんでこういうことするのかな、はい、それが一つ、はい、もう一つは東海の、 茶臼岳、那須茶臼岳の噴火の火山灰について、あるいは火砕流については、全然気にしなくてよろしいですか。いや、すいません、僕はそこはちゃんとその 2番目のことを言うとちゃんと調べてないんですが、ここはね、ただ東海の一応そこは戦略もあるんですけど、相手が想定している噴火を考えてもやばいでしょっていう戦い方をしたんですね。噴火規模で戦うと どうしても科学論争っぽくなっちゃって、その赤城山の、5万年ぐらい前の4万5000年かな前の噴火なんですけど、今関東で見られるその関東ローム層っていうのが大体その赤城鹿沼噴火っていうのでできたそうなんですけど、そこの要するに その噴火で55センチぐらいになるだろう、50センチぐらいになるだろうっていうところが議論の出発点なんですね。でそれでもダメだろうっていう議論はそこではしてるんです。だけど、なので他のところでもし、でも例えばここのこと考えたらもっとやばい、先ほど の箱根もそうですけど、このこと考えたらもっとやばいよってのがあったらぜひ教えていただきたくて、でそしたらそこで戦ってみるっていうのも選択肢に入ってくるかもしれません。なのでぜひそういう情報も、ちょっと僕も見てみますね、茶臼なんですね、はい、で1個目の大山の話はおっしゃる通りで、実は大山で一番大きい噴火をしたのは約5万5000年だったかな、その大山倉吉噴火っていうのがあって、それは、福井でもおそらく50センチ以上は間違いなくて、1メートルぐらいになるかもしれないと言われているんですね。でその規模が大体、これ諸説あって海に大体入っちゃってるから噴出量もちゃんと分かんないんですよ、正直言うと。結構その日本海に入ってしまってるので、だから噴出量自体がその 何キロ以上起きないっていう、何立方キロメートル以上の噴火起きないっていうこと自体がそもそも本当かっていう話があって、不確実性が大きすぎてですねっていう議論ももちろんしてるんですけど、ただ一応そういうで、それよりも、大体一応僕が見た本だと12マグマ噴出量として12立方キロメートルという噴出量なんですけど、それよりも、DNP というその大山生岳噴火というやつは、2.7 倍ぐらい小さい噴火、これが2番目の噴火なんですけど、これの噴火規模の見直しっていうのをずっとやってたんですよ。でそれがもともとマグマ噴出量じゃなくて総噴出量でいうと大体6点いくつっていう噴出量だったのが11ぐらい倍になったんですね、約倍になったんですけど、でもそれでも最大の噴火は考えてないわけです。大山倉吉噴火って最大の噴火は、総噴出量でいうと多分30とかぐらいになるので、それもやっぱ 2. いくつ何倍とかしちゃうので、それを考えずになんとかやり過ごそうっていう議論をしているというのが、それでもですね、でもそれでも27センチか27センチとか22センチ大山生岳噴火を考えてですね、でこれはもういろんな理屈をとにかく考えているんですけど、例えばですね、マグマだまりが見つからないから大丈夫だとかですね、地下にマグマだまりが見つけようとしてんだけど見つからないから大丈夫だとかですね、あるいは、よくある話ではあるんですけど、その、噴出率が違うんだと。で大山倉吉噴火が起こった時は非常に高噴出率期、それはそうですよね、クラッシュ噴火だけで考えても噴出率当然高いわけで、高噴出率になるんですけど、で大山クラッシュ噴火以外の時は低噴出率期なんだと、あんまり噴出してなかった時期で、今もまた低噴出率期に戻っているっていうふうに言うんですけど、そんなの分かるって思うんですよねじゃあだって大山クラッシュ噴火が起きたからドーンって上がってこれ高噴出率だって言ってるんですけど、同じことまた起こるんじゃないのっていうことはありえて、であとは噴出率っていうのは供給率とは違うわけで、地下からのマグマがたくさん来てるけど溜まってるって可能性もあるわけですね。噴出しないで溜まってるっていう可能性だってあるわけで、噴出してる量だけから次の大規模噴火が起こる起こんないって本当に分かるんですかねっていうことなんかは火山学者さんとかに聞くと、いやそんなの適当だよっていう感じでも分かんないよっていう言い方がされますね、はい、なのでそういうような議論をしてます。大山倉吉でやっぱり考えるべきだっていうのをずっと言ってますね。なかなかでもそれは認めてくれないんですけどね、裁判所は。噴火規模もですね、はい、今の、今火山の影響を考えたんだけど、噴火があってそれによる影響っていうのもいろいろあるんだけど、その中の代表的なものとして火山灰の話がありますよね、はいはい、でそれはなんとなく想像ができて、はい、で濃度がどうって議論もあるのも分かるんだけど、はい、実際にそのことがさ、プラント側から見るとさ、もう全然条件が違うんだ。原発を設計するときに何を考えてるかって言ったら、そんな火山があってね、何も見えない、こんな状態の中で考えてないんですよ、設計なんか。考えられるはずないわけ。
そもそもね。だから議論としてそれを通じて戦うためにやるのは分かるんでいいんだけど、あの安全が的に見るとね、それだけではない、それによって何が影響を受けるかっていうのは、まあ、めちゃくちゃ大きくて、そっちの方が大きくてもともと無理じゃんっていうのが僕ら技術者から見る感覚なんですね、はい、そこはなかなかね裁判の時には言いにくいんですよね、ちゃんと示しにくい。でもそこもですね、やはりそこは僕後藤さんの話いつも聞いていて、本質はそうだよなっていう気がするわけですよ。だからやっぱり裁判の時にどうやって言うかなって悩みながらお話聞いてるんですけど、 でもねやっぱり僕はあのとりあえず今あの実は後藤さんには意見書を書いていただいて、名古屋とあと東海大に出させていただいたんですけど、そういうやっぱ議論もちゃんとした上で、そのもうそもそもこれは問題なんだよってことも伝えた上で、もうちょっとこうなんか保守的な主張っていうのも変ですけど、感じで二段構えでいくのかななんてことを今やってます。まあそう言って試行錯誤しながら、どうやったら裁判所に分かってもらえるかなっていうのを悩みながらやってるっていうのが現状なので、決して僕も偉そうなことは何も言えないんですけど、いろいろ頑張ってなんかちょっと考えながらやってますみたいな感じですね。カナの中でこれだけねできるってすごいことだね。でもなんかその分かりやすいなっていうのが僕は最初はそういう感覚で始めたんですよね。別に火山のことがそこまで分かってなくても、まあ素人的に考えてって言ったらこうあれですけど、いやこれいくらなんでもずさんでしょうって今日聞いていただいてね、火山のことあんま分かんなくてもこんなひどいことやってるのっていうのが分かったと思うんですけど、そういうところがまあ率直な感想ですね僕は。はい、どうぞ。はい、感想だけなんですけれど、はい、まあ、他にもいろいろあるけど、私こういう場所で話を聞いた、いろんな人の話をもちろん聞いてきたけど、あなたの話が一番分かりやすい。ありがとうございます。いや嬉しいです。それはなんていうのかな、ほら話の中に裁判官やら司法関係の人間やらのさ、言葉自体が いかにとんでもないコミュニケーション成り立たないような、そういう言語を使っている。おしゃそうです、ね、それは私たち自身だって、人といろいろベラ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 酒飲みながら話するような時だって伝わらないんですよね、っていうのが私の相互コミュニケーションっていうのをぜひ大事にして、自分だけがベラベラ喋るというね、そういうのはやめましょうねっていうのが私の今78歳になった結論なんですよ。そういうことで私もう78だけどね、私年寄りっていうことで皆さんかなり、ね、年配の方がいらっしゃると思うんだけど、私昨日行って今日行った場所っていうのが、なんと伊能忠敬の住んでたところへ行ってきたんですよ。伊能忠敬っていう江戸時代のすごい年寄りがいたという、なんかねそれがねものすごくねショッキングでね、私もああいうね夢みたいな、もう自分の関心を持ったことをとことん追求しようっていうね、もう外国オランダの語の本なんかも読んだりとかね、こんなことまであの人はやったんですねと思って、それで実際の彼が住んでたようなサワラに行ってきたんですよ。そういうね、皆さんもねぜひ原発の問題もものすごく重要な問題だけど、皆さん一人一人が大きなもう夢を年取っても追求していただきたいというのが私の感想なんです。今の話の中で本当に訴訟との関係で重要なのは、本当にね分からない言葉使うんですよね。頭のいい人のごまかすというかね。でこのことについてすごく的確に書かれているのは安富あゆみさんという東大の研究者の方も書いた原発 と東大和法だったな、東大和法と原発というのがあって、東大和法という言葉があって、その人が作った、要するに東大の官僚がごまかすために考え出したその論法みたいなものが、これはこういうふうにごまかすんだみたいなことです、ね、書いてるものがあって、実はこれもですね裁判で提出してます、あなたたちはこうやっていつもごまかしてるんですよねみたいなことです、そうやっていろいろですね
ですね、手を変え品を変え、いろいろこう裁判官をなんとか説得しようというふうにやってるんですけども、なかなかね、いろいろまあ試行錯誤でございますという感じです。おっしゃる通りだと思います。でも本当に言葉をごまかすんですよね。どうもありがとうございました。あの今日みたいな中野あの弁護士のそのプレゼンテーションを聞いて、裁判官もその訴訟を起こしたね、その原告がだけに被害が起こるようになってきて、これ自分の頭に降ってきて自分自身が死んで自分の家族もやばいから、あ、これはもう止めなきゃダメだという、そういうあの論法にならないのは何でしょう。その通りですよ。本当ですよね。その自分の問題として考えてるのかなってやっぱり思いますよね。だって自分の手前の頭に降ってくる、あ、これやばい、俺の命がやばいっていう風になれば、もう一発でいい判決が出ると思うんですよ。おっしゃる通りだと思います。どうしてなのか僕も教えてほしいんですけど、裁判官に。まあもしかすると一つには転勤というのがあるかもしれませんけどね。どうせ私はいなくなるここからというのがあるんですかね。悲しいですよね。その想像力がそれしかないのかっていう気がしちゃいます。あの裁判長にお孫さんいますかって聞いちゃいけないの。僕からは聞けないので、原告意見陳述とかですね、そういった場面が用意されていますが、そこで聞けとは僕は言いませんが、適宜お供言い計らいくださいという感じですね。でもね、本当にそれ実はすごく大切なことだというふうに思っていて、あの原告さんの意見陳述とかでまさにそういうこととかを、なんていうのかな、裁判っていうとすごく専門家がやってる難しい話みたいに思われると思うんですけど、生身の人間の生身の生活とか人生がかかった話じゃないですか。そこをね、取り戻せるのはやっぱり原告さんご本人だと僕は思うんです。だから原告さんご本人が自分の生活であるとか人生経験であるとか、それから僕が一つあのちょっと感動した経験でいうと、その原告の甲状腺がんの事件でしたけど、原告の若者ね、まだ20そこらの若者が裁判官の名前を一人一人呼んだんですよ。でドキッとしますよね。裁判官としか呼ばれたことない人たちが何々さん何々さん何々さんって、そういうことって大切じゃないかなって思うんです。だからそういうやっぱり工夫、一つ一つの小さい工夫かもしれないけど、そういうことが生身の人間としてあなたどう考えるんですかっていうことって、本当は裁判にとって一番大切なことなんじゃないかなっていう気もするんですよね。それを聞いたとき僕はすごくこうゾゾッとしましたね。あのザックバランの話、あの後半結構長い時間やってるんだけど、はい、裁判官寝てるまでってあるんじゃないですか。あります。残念ながらそういう人もいますね。やっぱりそう、あの傍聴席で見ててね、寝てるなと思ったら起きろって言う。あ、僕が言ったとか言わないで、これ寝んなって言ったことも好きけどね。そんなの傍聴人ですよね、だってね、っていう気がしもします。あ、言ってもいいとか言っちゃうとまずいかもしれないけど、傍聴人席から起きろって声かかったことはこの前での日本の裁判でない。いや、日本の裁判で全部まで分かんないですけど、私が少なくとも出頭した原発の訴訟でそれは聞いたことがないですね。なるほど、やってみよう。私なんか全くの素人の質問なんですけども、あの確かにいろんな裁判とかこうやってて、あの、まあ、原告側があるいはあの原告の弁護士さんが、ね、なんであんな理不尽なこと全然理屈に合わないこと言ってるじゃないかとか、あの本当になんていうのかな、詭弁をやってるじゃん思いますよね。で原告の方もあの自分の人生をかけて裁判を打ってるわけですね。やっぱり精神的にあの原告の方とか弁護士、原告の弁護士崩れてくると思うんですけど、それをどうやってこう保っていくかっていう、どういうふうな工夫っていうのがあるんですか。正直ですね、僕もこう見えてっていうのも変ですけど、割と真剣にやってるんですよ裁判ね、一生懸命やってるつもりなんですよ。で一生懸命やってこれで絶対勝てると思って最後やって負けるのでめっちゃへこみます本当に。で海野先生にね一度そのお話をしたことがあるんです。で海野先生は、めちゃめちゃ前向きな人なので、海野先生僕はへこたれましたって、ここまでやっても勝てないもんなんですかみたいなねこととかをドキドキ話すんですけど、海野先生はね、中野くん僕は負けたと思ってないよって言ってましたね。で一個ずつその例えば火山ガイド改正させたとか、僕らが裁判を起こすことで確実に変わっていってる。
それは半歩かもしれないけど、そこは変わっているっていう実感が自分にあるから、僕は負けたと思ってないよ、そう思ってますね。タフだなと思って聞いてるんですけど、でも実は原発の裁判をやる弁護士というのは、皆さんいろいろな人を見てるかもしれないけど、みんな本当にその採算度外視でね仕事をしていて、僕はすごくその恵まれた、そのなんていうか同僚っていうとも変ですけど、中にいると思っていて、例えばそういう人間関係であるとか、こうやって皆さん支援してくださる皆さんもそうだし、原告の皆さんもそうですけど、普通に仕事してたらなかなか会えない人たちと会えるとかですね、そういうところに喜びを感じざるを得ないとか、そうでもしないとやっていけないというかですね、なんかまあそういう中でなんか、なんていうんですかね、やっぱりその人間関係の感動というか、うん、そういうのもやっぱり一つのエネルギー、まあそうですね、そういうことを踏まえて、だからまあそういう意味ではもちろんそのなんていうか、おちゃらけてやっちゃ本当はいけないことなんですけど、まあやるからには楽しくという言い方は不適切かもしれないけど、前向きにやるしかないじゃないですかみたいな気持ちで、頑張ってますという感じですね。でも負けると2、3日仕事が手につかなくなるぐらいへこみますね。眠れなくなるぐらいへこみますけど、でもそんな感じでやり取りしてやってますね。そうだよね。ありがとうございました。はい、ちょっとごめんなさい、はい、この東電株式代表者ってあるじゃないですか、はい、これ確か地裁の裁判官が、はい、福島原発 の、はい、その実際に現地に行ってそれを見たんで、それは相当心に残って違反、はい、まあ、証書を出したというふうに聞いてるんですけれども、はい、原発に関わる裁判官を全部その福島原発の事故の現場に強制的に連れていくような、そういうふうなことっていうのはできない、まあ、強制はできないですけど、でも手続きとしてね、そういうまさに中を見るっていうことは検証というんですけど、その実際に中を見るという、まあ、証拠みたいなもので、証拠調べの一種みたいな感じで検証するという手続きはあるわけですよ。だからそういう申し立てをして今までも何度も実はしてるんですが、まあ、この株主訴訟の時だけ、あとはその差し止めだとなかなかですね、直接関係あるんですかみたいな感じで裁判所がなかなか認めないとかですね、いろいろな、難しい。でも確かにおっしゃる通りですね、そういう努力をもっともっとしなきゃいけないのかもしれませんね、私たちが、かもしれません。なのでそういう言葉は胸に刻んでおきますというか、はい、思います。他にいらっしゃいますか、お一人ぐらいいらっしゃれば大丈夫ですか。はい、ちょっと不適切な発言もしたかもしれませんので、ぜひうまく編集していただければと思います。じゃあ今日はこれで披露したいと思います。